皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。今日はですね、皆様方のですね、資産のポートフォリオの中に金をですね、保有するということが非常に重要であるということをお話ししまして、金は他の資産と比べて全く違った異質のものなんだと、そして歴史的にも、そして現実の世界においても、特に戦前戦後においても、金というのは通貨の上に君臨する、つまり太陽のようなもので、他の通貨は衛星国と同じだと、いうお話をしました。もっとわかりやすく言うとですね、まあこの世界には民主国家、あるいは専制主義国家、中国のようなですね、独裁国家、まあいろいろな国があるわけなんですが、どの国にしてもですね、全部憲法というのがありまして、民主国家であるならば、憲法とのもとに、憲法のもとに、三権分立というふうにですね、国家の権力が三分されまして、そして、これがこの三権分立という、行政権のこの独立性ということに基づいて国家が運営されているという、まあ、民主体制、民主主義を価値観として、そして民主主義制度、そしてその制度のもとに国が運営されるということになっているわけですね。そしてそのすべてを司っている、まあ、扇の要のようなところにですね、憲法というものがあるわけであります。専制国家中国なんかにしてもですね、やはり中国には憲法というものがあってですね、ただその憲法のもとに、憲法のもとで国家をどう運営するかというその方法が、民主国家と違っていてですね、これがまあ専制国家と、あるいはまた独裁国家と言われるわけですが、やはり憲法のもとにですね、ある独裁国家ということに変わりはないわけですね。そういうわけで、国家当時の形態はいろいろ違ってもですね、基本的には憲法というものがあって、そのもとで、政治国家が運営されるということですね。なんで、そういうことを言うかというとですね、金はまるで憲法と同じだということであります。金は太陽で、他の通貨、他の資産ですね、他の資産は全部衛星国に等しいというお話をしましたが、もっと分かりやすく言うならばですね、それぞれの国の憲法と同じだと。そして今言ったようにですね、民主主義を価値観としている国もあればですね、中国のように国民ではなくて国家体系、レジームですね、国体が第一だと。国体が第一であるからこそ国民は幸せになれるんだという、そういう価値観もあるわけですね。民主主義の方はもう国民が第一だと、主権在民だと。だから、国民が第一で、まあ秩序、国家秩序、その他はですね、やっぱり、国民を第一として、その、決められなければならないということで、価値観がですね、国民を第一にするか、国家、レジームを第一にするかという違いがあるわけなんですが、まあ私に言わせればですね、民主主義に適した国もあればですね、専制主義、独裁主義に適した国もあると。大事なことはですね、やはり秩序というものが守られて、初めて社会も安定し、そして、まあ、国民もですね、幸せな生活が送れるということで、いかなる価値観があろうとも、国家に関する限り、やはり秩序というものがきちっと守られないとですね、国家の役目が果たせないと。そういうことになるとですね、中国みたいに60も70も人種がいてですね、話す言葉も違うしですね、伝統もみんな違うと。つまり価値観がみんな違う。こういう民族がこの集まっているわけですね。これを、こういう状況の中で秩序を守ると、秩序を保つということになればですね、民主主義、すなわち、
国民第一ということになると、もうなんか百花争鳴ですね。それぞれ、その価値観の違う人々が、価値観の違うことを主張し始める、ぶつかり合うということで、とても秩序が保てる状況にはならないわけですね。したがってそういう民族構成、しかも、14億から15億というですね、膨大な人口を抱えているというですね、状況を考えれば、この全体主義というものでないと、この国家はまとまらない、秩序が守れないという事情があるわけですね。ですからまあ私の考えでは、それは全体主義で民主主義の価値観に反するというのは、それは民主主義の側の話でありまして、中国には中国の価値観というものがあるわけですね。つまり国家の秩序をこの維持するということが非常に重要で、国家の秩序が維持されないと国民も浮かばれないというのはまさしくその通りなんですね。ということになるとですね、まあ中国とアメリカを比較するならば、中国にとってこの共産主義、全体主義というのはですね、非常に中国にとって重要な価値観で、そうでなければ国家という秩序が維持できない。で、アメリカの場合はですね、今度は中国と違ってですね、生い立ちが違うということなんですね。1776年独立戦争があって、ジョージ・ワシントンが初代の大統領になってですね、そしてアメリカが独立するときはですね、アメリカに13州の州があったわけですが、これが結束してですね、独立を宣言してイギリス植民宗主国のイギリスと独立戦争をして、そして勝ったという、そういう歴史があるわけですね。この勝つときにですね、イギリスからいろんな規制でですね、まあ、イギリスが宗主国でアメリカは植民地ですから、植民地に対するですね、もう、重税を取るとか、いろんなその活動が制限されてですね、自由が、この、奪われていたということで、この自由を取り返すんだ。我々は、にとっての価値観は自由だという、こういうスタートがあるわけですね。ですからまあ、中国と同じようにアメリカにもいろんな人種がいて、いろんな価値観があるんですが、そもそも国の生い立ちがですね、自由を掲げて、独立戦争に戦って、そして自由の国になったと。そして自由の女神が国民を見下ろしているという、こういうですね、歴史的な事情がありまして、結局、アメリカという国は、まあ、人種、多くの人種を抱えていながら、その人種がみんなですね、共通して自由を立ち飛ぶという、こういう傾向があるためにですね、その自由という点で、いろんな異民族、異なった伝統文化を持った者もですね、この一つ自由ということについては、つまりアメリカの建国の基盤となった自由、これをですね、人種伝統に関わりなく、これを立ち飛ぶということからですね、民主主義がこのアメリカという国のですね、価値観になり、そして民主制度というものがですね、国家当時運営にですね、適しているということになった、そういう事情があるわけであります。したがってアメリカの価値観を持ってですね、これが絶対的価値観だというふうにして、非民主主義的な国をですね、批判したり、あるいは制裁を加えたりするのはですね、これはまあ私の考えですが、それは間違っているというふうに思います。地球上それぞれいろいろな違った環境がありまして、そしてそういう違った環境の中に環境に適した文化が生まれて、そこに民族というものがですね、民族国家ができて通じてきた、そういうですね、世界の歴史があるわけで、そういう環境、あるいはまた自然に適したその生き方をしてきた、それぞれの国、それぞれの民族の歴史、この価値観をですね、尊ぶということは非常に重要でありまして、まあ今日の世界情勢を見るとですね、アメリカの掲げる民主主義、これがもう人類共通のですね、価値観だと。そしてそれに従わない国は間違った国だと。独裁国家だと。そして自由主義国家にとって危険な国だと。
いうことで、制裁を加え、場合によっては戦争もするという、これがまあ今今日の状況なんですが、まあまた再び私の意見なんですが、これは全く横暴な考え方で、民主主義もですね、国家を運営するということの一つの手段であって、民主主義というのはですね、絶対ではないと。民主主義は、いわば御用哲学だと。それぞれの、まあ自由主義陣営の、における、御用哲学でしかないんだという、これはまあ私の考えなんですが、非常に現実的だと思いますね。中国の共産主義その他はですね、あれだけの国をですね、治めるための異民族、あるいは異なった価値観、そして膨大な14億、15億というこの民族、これをこの、治めるということのためには、共産主義という、哲学、またその主義が、あるいは共産主義制度というものが必要であると。しかしながら、この共産主義といえどもですね、御用哲学に過ぎないと。また、中国が、の民族がですね、どういうふうに変わってくるかわからないし、変わってくればその変わった民族に合わせた哲学が必要になるわけで、ものの哲学、思想、そしてそれに基づく政治体系、というものはすべて一時のものであって、永遠のものはこの世の中にないというのが私の考え方であります。少し基本的なお話をいたしましたが、次はですね、もっと具体的に、この金についてですね、金が全くこの特異なこの性質、異質なものであるということですね。これをお話ししたわけですが、次はですね、これから将来、まあ来年2024年、25年、26年と、これからですね、時代がどんどんとですね、変わっていくに従って、この金はどういうふうになっていくか、そして、我々はこの金に対して、どうしたらいいかというようなこと、これをですね、また次回お話をしようかと思っております。